奇跡なんてそうそう起こるもんじゃない。僕たち二人にとって起きた奇跡はただ君が一人で待っていてくれたということ。最後まで冷静だった君に僕は何て言おう。どんな風に心の穴を塞げばいいのか、僕は過去を蘇らせるのではなく、未来に期待するだけではなく、現在を響かせなければならない。葵、君の孤独な瞳にもう一度僕を探すことができたら、その時